ですね、先日養生してあげたこのサボテンなんですけど、詳しい方にアドバイスいただいて、下から熱をかけてやった方がいいということで、ちょっと緩和してある猫を飼ってる部屋に移したいと思います。それでですね、その際にちょっとね、この上に猫が乗っちゃったりすると、サボテンのトゲで猫がこう傷ついたりすると嫌なので、ちょっとアクリル板でこう遮ってやると、あとこの辺をね、猫を引っかいたりして、中のものが取れるのが嫌なので、もうちょっと養生してやりたいと思います。かなりがっちりと強い段ボールで養生して、上に、万が一猫が乗っても大丈夫なようにアクリル板で、ちょっと蓋をしました。一応ね、通気口はあった方がいいと思うんで、根の方に、どのぐらい効果あるか分からないですけど、ホースをそのままにしてあります。はい、今とりあえずですね、猫を飼ってるプレハブの、加温してる部屋の中に入れました。それで一応ペット用の、ホットカーペットみたいなヒーターの上に乗っけて加温してます。それでですね、下から一応熱は行くような状態にしました。でこの状態で、あと2ヶ月ぐらい、5月の連休ぐらいまで置いて、その上で、ちょっと一回ね、バラして、根の状態確認したいと思います。根が出てるようであれば、何かしら大きな容器に移し替えて、その後ね、こんだけでかいとどこで、保護していくかとかってことも考えながら、その子の対処を考えたいと思います。お父さん、いい